けなしの話の大石和夫です、選挙戦に入りました。こうした中で、一番の訴えはやはり浜岡原発、の廃炉というところで頑張っていきたいと思います。全国の脱原発頑張ろう頑張ろう。私は大石さんとの南署名は原発の運動でやり始めてございますけど、一昨年の秋ですが、牧之原市が、浜岡原発の、永久停止ということを議決しました。これは全国の立地の原発の立地の市町村では初めてのことでございます。こういう画期的な問題の、後ろ盾になって頑張っていただいたのは日本人の大石和夫さんでございます。イデオロギーの違い、見解の相違、そういったことで対立もしたり同意もしたり、いろんなことはあったわけでございますけれども、経験豊かな大石候補者にいろいろと教えられ、尊敬もいたしております。原発のようなことをしっかりと信念を持って活動されている議員の方だと私は考えております。先ほどまたお話伺いましたけれども、原発の決議を牧之原市議会が出したということは、隣の焼津市にとっても大変刺激でして、私たちも頑張ったんですけれども、焼津市は意見書ということで牧之原には及ばないという状況です。でも皆さんおはようございます。おはようございます。今日は、こうして、先ほど来言われてますけれども、足元も悪い中お出かけくださいまして、ありがとうございます。私はね、晴れ男でもあるわけです。朝はラジオなのというような確信を持って今朝は臨んでいるわけですけども、どうした中で、金融活動を生活の14年と海南町時代から合わせまして14年ということで、ありますけども、一番ですね、変わったことというのは、やはり、先ほど皆さんが言われたように原発のことですね。この間私はですね、早朝の街頭に立って、街頭演説をしてきたわけですけども、その時に一緒にですね、この赤い旗、大石の旗と、それからもうここにあります脱原発という、これを掲げてですね、街頭に立ったわけですね。この4年前、もしこんな形でやったらばですね、本当に異様に映ったんじゃないかと思っています。それぐらいですね、3.11 をですね、境にですね、やはり皆さんの巻き越しといいますか、原発にを見る目が変わってきて、当然です。お茶もですね、接種部で汚染されました。本当に一生懸命お茶作りをしている中でですね、お茶が売れないというこういう事態が発生したわけです。福島だけではないわけですね。そうしたことを考えれば当然の話でありますけども、しかしながら全国的に見ますと、まだまだ原発推進、忘れるのは原発推進の立場ですね。そして、再稼働もする、おまけにその原発輸出するという、こういう状況がまだ続いているわけですね。そういうことを言いますと、私も何度もその被災地に来ました。原発の敷地まで行ってきたんですね。本当に放射線特定器を持っていたんですけども、高濃度の汚染地帯なんですよ。まさに半径5キロは未だに、高い放射能、汚染作業のところも何年何十年かかるんじゃないかと思っています。そういう状況が今福島にあります。で、福島の皆さん、県民の皆さん、まだ15万人が故郷に帰れないという、こういう状況があるんですね。こういうものをやっぱり目の当たりにしますとですね、今浜岡原発の再稼働について、今年度に、
安全審査の申請をするという、こういう状況が迫っているんですね。安全審査を、申請してしまえば、これがやはり再稼働に、非常に、大きくですね、前進してしまうということで、ここでやはり多くの市民の皆さんの声が出てくるということだと思います。これが第一の私のですね、30年間かつてやってきた中で、その最初は日陰者でした。非常に日陰者として批判もされてきましたけども、本当に3.11 の事故が起きて、これが本当に良かったかどうかというのもあります。私たちの力が弱かったもんで、事故が起こってしまったという見方もあります。しかしながら私たちが、長野さんも言われたんですけども、長年ですね、一生懸命やってきたという、その成果がですね、現れているのかなというふうにも思います。そうした中で、さらに、この町の安心安全ということで、私は命を守る町づくりということで、原発だけではありません、地震、津波ですね、こうした防災対策をきちんとやらなければならないという中で、さらにですね、充実をさせていきたいというふうに思います。そしてまたですね、掛川市には問題が山積をしています。特に高齢化社会が訪れているということで、こうした中で、高齢者や障害者が移動するためのですね、交通機関、こういった整備も必要でありましょうし、先ほども言われましたけども、私は、介護ヘルパーとして、障害者の重度訪問介護の、現場で働いてもいます。こうした現場からですね、現場の声を行政に届けるということも必要だな。皆様のもとにご